はい、皆さんこんばんは。お盆休みで誰も聞かない、そういうことを思って、聞いてらっしゃる方ありがとうございます。多くの方は聞いていただけない、あるいはこんな話聞いてる場合じゃないということで、適当な音楽以外の話をしています。また休みが終わったらちゃんとやろうかななんて思ってます。今日の話は絶対聞かなくていいです。日頃思ってることです。暑い寒い、特に暑いですね暑いですねってよく挨拶に聞きます。私はこの挨拶が大嫌いです。私が発することはありません。年上の方とかでいろいろお熱ございますっていう挨拶をすることがままありますが、暑いですねって言ったら自分が暑いし他人も暑いんです。本当に暑いです。暑いっていう人は会って1、2分以内に5回も6回も10回も言うんですよ。分かってるんですけど、でもその方は自転車でこの暑いのに声でいらしたり、そういうなんか駅から時間に遅れそうになったから小走りでいらしたり、そういう状況を作ってらっしゃる方が結構割合が多いと私は思っています。時間に余裕を見て動いて、そして早く着いたら喫茶店で少し時間を過ごして体も冷やして、そして会うとか、そういう感じじゃないんですね。外で待っていて、あるいは時間に遅れるからもう焦ってやってきて、わあ暑い暑いと、それちょっと違う。そういうことじゃなくても、お暑ございます、お寒ございますって挨拶は日本にあり麗しいようですが、暑さ寒さのことは、夏は暑くて昔から冬は寒い。昔の年より、私が19歳の時に会った鈴木のおばあちゃんって、こう有名詞出してももう随分昔だし、鈴木のおばあちゃん大丈夫でしょう。とっても面白い人でした。金歯がね、前歯の上に3本ぐらい入っていて、にゃーって笑う。そう、何て言ったっけ、長谷川町子のサザエさんの意地悪ばあさんってのありましたっけ、あれにそっくりなんですよ。でタバコ吸ってね、当時は喘息じゃなかったからタバコ吸ってもいいやと思って、そのなんか暑い暑いって言うと、夏は暑い冬は寒いだよって言って相手にしなかったですね。うわーってお茶が熱くて、うわーって熱いって言うと、お湯は昔から熱いだよって言ってました。とっても面白くて、その印象があるので、暑いだ寒いだっていうことに私はこうしません。暑い暑いって言ったら自分も暑くなって嫌になっちゃいます。ある講義で、私が2番目だったんですが、最初の講義者が夏こう出てきて、いやー皆さん暑いですねって言ったらね、うわーってみんなそうなったけど、私はそれから集中力を欠いたと思いますね、お客の方が。ですから、お互い会って友達ならいいけど、指導的な立場にある、なんか始めようっていうものが、いやー皆さん暑いですねって言わない方がいいと私は思って、ほとんど言うことがありません。暑いですね、寒いですね、それしか話がないんだでしょうがない、日本はないけどね。そういう暑い寒いっていうことがヨーロッパで挨拶になった記憶がありません。もちろん暑い寒いは分かっているけれどっていうことですよね。その他に、どうでしょうか、肩こり。私ね、肩こりないんですよ。実感がないんです。例えば肩こりの症状は専門家にも見てもらえば、あ、これは肩こってますねって言われたことあるんですけど、肩こりっていう定義が私の中にないんです。首が痛かったり、ちょっとこう肩の筋肉が疲れてることなのかわからないけど、これはね、皆さんもあれでしょうね、まさか10代の方お聞きになってないかもしれませんが、自分のお子さんあるいはお孫さんに伝えてほしいことです。肩こりは教育です。イタリア人ドイツ人、肩こりという表現僕は分かってないわけですけど、聞いてみたら全然誰もなかった。つまり肩こりという症状はこう神話のように、文化のように伝えられて、親から声肩を揉んだり叩いたりで教育していくものであって、
痛みなら教育しない方がいいんじゃないかって。私は教育されませんでした、親兄弟に。だから肩こりというあの 症状あるいは自覚がないんです。多分皆さんが肩こりだと思ってるのはこれというのはあるかもしれません。でもそこで揉み合ったりすることが必要ないんです。これはとっても利点です。肩こりがひどくてっていうマイナスイメージが私ないんですから。実は頭痛もなかったんですよ。ところが30歳ぐらいの時から、あ、これ頭痛なんだと分かってしまいました。胸焼けっていうのもなんだか分かんなかったんです。もしかして焼き芋食べたり熱いトウモロコシすぐ飲んだりすると食道が熱くなって、これが胸焼けかななんて思ってました。だから熱いものはゆっくり食べようと思ってたんですよ。そしたら天ぷらを食べ過ぎてそれになったかな。油で胃液が食道に逆流してくることがあれですか、胸焼けでしょうか。違ってたら教えてください。僕天ぷらが好きで週3回食べておりました。ちょうどジュゼッペ・ジャコミーニの演奏会を聞いていました。その前にも綱八というところで新宿で天ぷらを食べて、2、3人でジャコーミーの演奏会を聞いて、ああ素晴らしい声だなって、よくこんな太い声でと思っておりました。第2部になったらですね、胸の真ん中ですよ、肩上突起というあたりが痛い。あれ胸が痛い、胸の痛み、恋をしているわけでもないのに胸が痛い。もう冗談のようですけどね、いろいろ原因は考えましたよ。ジャコーミーの歌聞きながら痛くて痛くてしょうがなくて、まあブラーボで大変、コンサートはそれとは別に楽しみましたが、痛さはどんどん痛くなって、その一緒にいた方にちょっと胸が痛いんで帰ると言って帰りましたが、痛みは収まりませんで、姉が持っていた座薬をお尻から入れてなんとかで、翌朝病院に行ったらこうこうこういうわけで言ったら、もうね処方箋書いてる先生、先生胸が痛いだけで、あもう決まってますからガスモチンを。えそれね、僕週一遍天ぷら食べられないですよって、35歳ぐらいのよくそんな週に3回も4回も食べられますね、徳川家康になっちゃいますよなんてわけのわかんなくて言われました。でだから胸焼けも知らなかったんだけど、胃酸逆流っていうことで知らざるを得なくなっちゃって、今油もん食べるときは注意しています、食べ物好きだから。まあ暑い寒いって言ってもしょうがないから会話にしない方がいい、自分で暑さを認めない方がいい、どうせ過ぎる。今年は暑い暑い暑いと言ってるけどね、寒くなった日みんな覚えてないんですよ。去年もそうだった、一昨年もそうだった。でも8月の最後の週には25度を切ってるんですよ。急に寒くなったっていうことを、寒くなりましたねと言わないんですみんな。その何て言うんですか、否定的なことに慰めを求める、疲れたっていうのがありますよね。お疲れ様ですって、もう麗しい表現だと思いますよ。でも自分が、ああ疲れた疲れたって、よく日本人は疲れたと言います。ドイツ人がエヒベンミューダーミューダー、まあ日本語で言うとミューデってそういう発音じゃないですね、ミューダーエヒベンミューダー、聞いたことがないですね、ミューダー。イタリアのスタンコ、あるいはそのスタンカーっていうのを聞いたことが、一回で聞いたことあるな、スタンコっていうの一回聞いたことがある。それも状況でそうだったね。毎日のように、ああスタンコスタンコ、ミューレミューレ、疲れた疲れたって言わない。日本人は同じことを特に繰り返して、鼻をってすするのもそうですけど、繰り返すことによって、この何でしょうね、自分に慰めを求めてるのか周囲に同情を求めてるか分かりませんが、繰り返しますけど、これやめた方がいいです。自分のためにも、寒い暑い肩こり、なんだっけ忘れちゃった、今言ってたことはやめた方がいい、疲れた。確かにそれはありますよ。でも人前で言うことははばかった方がいい、あるいは自分にも、あ疲れた疲れたって言わないで、ただ休めばいいと思いますよ。ストレスが多くなると思います。なんかね、そういうことなんですよ。お盆に聞く話題じゃないか。だから聞かなくてもいい話、聞かなくてもいい話というのは、私のこの話をお盆にわざわざ聞かなくてもいいよと同時に、暑い寒い肩こり胸焼けはいいか、
肩こり、頭痛い、寒い、疲れたって聞かなくてもいい話、聞きたくない話ということで、新しい発想を申し上げてますね。この何日か私がいろんなこういうこともある、ああいうこともあるって言って、そのね、原因や理由を突き止めて詳しく分析して書いていただける方がいて、とっても嬉しいです、面白いです。チョコチップ悩むのカップねって昨日言ったのに、聞いてない人がいるんだアイスクリーム屋でって話をすると、マニュアル通りきちっと一個ずつ聞かないと間違った対応をすると困るから、そうやってるんじゃないか、そうなのか、でも人間的に LINE で聞いてほしいよな、それはだって繰り返せばいいんだもん、チョコチップの M のカップって言って、チョコチップですね、サイズはって言わなくても、チョコチップの M のカップでいらっしゃいますねって一言それを返せば、相手がうなずけば間違いないことですね。そのなんですか、コミュニケーションをしないでただ聞くだけ一個ずつ、これはね、幼稚に感じます、文化としてはね。どうでしょうかね。だから日本人は結構そういう、なんか雄弁じゃないための繰り返しや同じことをだらだら言ってるんで、お寒うございます、お暑うございます、麗しい時もあるんだけど、鈴木のおばあちゃんが言ったように、夏は昔から暑い、冬は昔から寒いだよっていうね、いいと思いますよ。かといってじゃあね、慰めを求めるけど強引な人もいるんですよ。今話してて思いついた、関係ないんですけど、私がある人と、ある先生と話してとします、先生の戴冠式とか先生の記事のお祝いとかで、そうすると、私はそんな人、何十人か集まったら長く話す人間ではありません。 1,2 分ご挨拶をして、本当におめでとうございましたね、お仕事を偉業なされて誠におめでたいことですねなどと言って帰りたい、30秒か1分ですよ。だけど待つのが嫌な人が遠くから5メーターぐらいが、いやー木村先生って言って僕との間に入っちゃう人がいるんです。他でも見てます、そういうの。強引な人ですね、ある種の何ですかね、政治家でもやってるんですかね。僕も若い時何回もありまして、今やられたら私が話しておりますので、私の後でどうぞってニコッとその人を見ています。また私がなんか歌ったりなんかして、まあ、出口に出て行って皆さんに挨拶することもあります。そういう時に、あんたか先生って今話してる間に入ってきちゃう人がいますので、私が受ける方でも皆さんに順序通りにご挨拶しておりますって言えば大体の人は収まります。そこで強引な人はもうね、どうしようもないですね。そういうこと、ちょっとした起点を聞かせないで、その伝統に悪影響を及ぼされたり、その伝統を続けて次の世代に続ける、どうなんでしょうね。いろんな原因をおっしゃっていただける方いるんですが、私はね、そういうのやめようって言ってるんです。原因追求じゃないんです。この原因がどう、何がどうじゃなくて、そういうのはおかしいよっていうだけで、原因知らなくていいですやめればいいね。暑い寒いっていうのは実はこういうわけですと原因をおっしゃらないでください。原因はもう日本人がそういう自分に慰めを求めたい、あるいはくどい、言わな、僕はそういう原因はともかく言わなければ言わない方が楽ですよ皆さんっていうことを言いたい。私は言わなくて楽だから。夏暑いと思いますよ、私だって頭から首の後ろね。でもあと何分かであそこの店にふって入れば、あるいはコンビニに入って物を買うか買わないかでも例を取れる、あるいは暖を取れると思っていますので、その目標までの距離感であそこまで我慢すればちょっと涼しくなる、ちょっと暖かくなれるよと思ってるから、そんなには気になりません。で本当に暑い寒いと言いそうな体調だったら、その日は外に出ませんね。そういうふうに過ごしてみたらいかがかなと思っているんですよ。どうでしょうかね。聞かなくてもいい話、私の話も聞かなくてもいいし、私もそういうのを聞きたくないというダブルの意味でした。